地域に来れるようになったら一回来てみよっか。まだ生きてないはずだよな、この辺は。まあ何かしらヒントがあるかもしれない。ただね、あの水門がね、水門で遮られてるから全然ね、こっちの方来れないんだよ。うーわ、なんじゃこりゃ穴開いとる。うわー、こりゃまた、こりゃまた、これこっそりいってんな。これこの位置ちょっと覚えとこう。これ現実世界でこれきっと何があるから、ここの場所覚えとこう。ちょっと待って、あとどこ行くよ。とりあえずベッドで行けるところ、ベッドで行けるところどっかないかな。あ、ほこらある。これはよし、上の世界は、こっちの世界はあの船がないから屍のようだ。まあレミラーマ使うか、めんどくさいから。はい、よし。で、あと宝箱、多分一個だと思うけど、だよね。まあまた来ようか。よし、よっしゃっしゃ。あとはどこだ、どこだ、どこ行きゃいいんだ。ちょっと待って、なんか北の方になんか島がある。いやー、これちょっと街ブラ動画になってんな、これ。こっから先がちょっと、あれ、じゃここじゃない、あれ、じゃもう一回乗りたいんだけど。よし、あー、いけねー、ここもかよー、もうここもかい。全然もう、ビタ1も入れねえって感じだね、これね。もう木も生えてるし、山で囲ってるし、ビタ1も譲らんっていう、そういう感じだ。こりゃ困ったわ。ほら、もう絶対入れないって感じだよね。くそー、どこ行ったらいいんだろう。うわー、全然わからん。あの砂漠のあたりは、多分あの幸せの国に行くあたり、違った。もっと北だわ。どこ行ったらいいんだろうな。あの東の方にもさ、東南の方にもちょっと穴開いてるとこあるよね。黒いなんか。あの辺も行ってみるか、一応。なんか結構穴開いてるけど。ダーマ神殿もああいう感じで穴開いてたから、なんかこう封印されてるんだろうね、多分。そう、南下していくか。いやー、これ困ったな。どこ行くんだろう。やばい、完全に迷子、完全に迷子よ。これ裏階でベッド手に入ったけど、今はまだベッド行けるところじゃないよ的な可能性もあるよね。いや、これさ、また木がいっぱいで山囲って、これも入れないパターンか、これ。あ、入れたわ。あ、入れないな、やっぱり。そう、うわー、入れ、穴開いてる、穴開いてる。穴開いてるけど、いけないなー。くそー、もっと近くで見たいんだけどなー。見さしてくんねーなー。おい、もう絶対入れないって感じだもんね、これね。このエリアに。あ、入れた？あ、入れたわ。入れたけども、あれ違う？ここじゃない？いやー、違うな。山に囲まれてるもんなー。そうか、絶対入れないって感じか。困ったね。行くとこないな。
おかしいぞ。行くとこない。あ、階段ある。これ、これ一回行ったことあったっけ？あれ？来たことないんじゃない？ここ。北の方が、まだ更新されてないから、これ来たことないね。多分。どうかな？ほら、この街なんだろう。ほら、来たことないよ、これ。おい、あんた、誰に聞いてこの町に来たんだ？ここは、ならず者の町、ロンガデセオ。我があんたらみたいな人は、この町に普通さわしくないぜ。出てって、嘘ー。嘘ーんですよ、これ、もう。マジかよ。まあまあ、でも、いずれ、来れるようになるんでしょうけどもね。なんか、祠あったけど。マジか、追い出されちゃったな。そう、ならず者の町、治安悪そうっすね。オッケー。あ、倒せない。敵強い。敵強いよ。いやいや、強いよ。結構ミレイユ回復してくれないしな。ちょっと入れ替えるか。ミレイユチャモロ、これでいこうか。よし。あ、そういえばチャモロ回復してないね。回復してない。 OK。 これは、え、お墓だよこれ。おわ、この悲しい音楽が。でも宝はしっかり回収していきますよ。どこでしょうか、どこでしょうか。あったー。よし、はい、終了。韓国に行ったらうちらはなし打ち受け、いや受けないでしょ。割とあの優しいみたいっすよ。あの、割と優しいみたいですよ。親切にしてくれるっていうお話らしいです。はい。OK。よーし。OK、いいね。これ結構経験値もらえるんじゃない？あ、まあ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 。1体。まあこれだけで、2体だけで299。まあまあ割と、経験値もらえてる。まあ、法使い、妖術師。妖術師。OK、5段階まで来た。じゃあちょっとここまだ、いけないのか？ちょっと順番がおかしいことになってんだね、これね。ああ、そうそう、韓国でね、そうそう、日本人の女性が髪引っ張られてなんかどうとかだけど、なんかすごくその人批判されてるみたいっすよ。割とね、まあ政府に対しては、日本政府に対してとかはすごく不満っていうか、なんか持ってるかもしれないけど、あまりその一個人が嫌いだとかそういう感情はあんま持ってないみたいっすね。まあ人によりけりっちゃよりけりなんでしょうけども、まあ普通に旅行者とかは優しく接してもらいましたみたいな人が多いらしいですけど。キングスライム、アックスドラゴン、なんかちょっとワンランク上の敵だから、強い敵出てきてるから、ちょっとここやっぱ順番違うな、これ多分。順番違うな。マジかよ、お前そんなこともできんの？
すごいね、多彩だね、キングスライム強いな。イエイ、強いね。よし、いやー強え、 HP 高い、616。いやー、ここでもないのか。今のならず者の町、この世界はないのかな。なんか山に囲まれてるからね、ないのかな。あー、でもなんか、なんか家は、なんか家建物はなんかポツンとあったけど、あそこ接触してみたいね。なんか入るための手がかり的なの入手できないかな。こっちから行ける？行けなさそうだな。行けなさそうっすね。あ、井戸ある。これは？え、ちょっと待って、地図ちょっと見ていい？え、これは？来てないよね、来てないよな。バオダケビ、いいねいいねいいよ。 AI だいぶ活躍してますよ。よし、いやちょっとね、何かしら掴みたいね。たらたら時間が過ぎるのももったいないから、何かしらヒントを掴みたい。フリーし、こっからフリーというか、まあ自由度が上がるってわけでもないと思うんすよね。ただ情報がないというか。あ、誰か人いる、誰か人、トロルとかこれめちゃくちゃ強いんじゃない。やべ、強え、敵強い。普通にメラミ撃ってくるなんて、これ普通に強い。うわ、ほらもう言わんこっちゃない。ちょっと待って、どうする。ミレイユチャムロに任せるか。回復大丈夫かな。いやー、攻撃してるし MP ないのか。何、突き飛ばした。あー、ちょっと、2人とも MP がない。やばい、入れ替えできない。マジか、こりゃまずいぞ。気づいたら MP がないじゃないか。黒帯、ちょっと待って、これはまずいぞ。えい、スラリンのベホイミでちょっと乗り切る。えい、あとは忍び足。俺は伝説の武具を探して旅をしている。その一つがどこかの洞窟にあると聞き、ここまでやってきたが、どうやらこの洞窟はなかったようだな。ほう、お金、あざーす。いやー、ちょっと待って、これは厳しいっすよ。回復できないからね。これ全滅したらさ、お金は半分になっちゃうから、ちょっとこれなんとかやり過ごしたい。食らうなあ、おい、逃げれないなあ。よし、大丈夫か。はい、ほいみで頑張る、ほいみで頑張る、めちゃくちゃ頑張ってます。もう MP ないよ、もうすっからかんよ。
ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっとね、下の方にも宝箱さっきちらっと見えたから、これ回収して、ここ脱出したいわ。OK。これこれこれ。これ見えたから。小さなメダル。リレミトで脱出できるかな。いやーダメか。ルーラだとどう？ルーラだと頭ぶつけるかな。ちょ、ライフポットでもいいや。どこでもいいや。ダメ。ダメかい。くそー。ちょっとなんとか、なんとか脱出、外まで行きたい。外まで行きたい。これはもう逃げる。オッケー。よし。いやー結局さー、あれだよね、なんかヒント的なの全然なかったよな。どうしようか。まあダーマ神殿行くか。はい、 OK。 ちょっと待って、熟練度も聞いていこう。熟練度、熟練度。あっと、ごめんなさい。ちょっとパソコンが。はい、よし。30回、6回、27、26、12、19、22。あ、まあまあまあ、まあまあ遠いね。まあまあ遠い。拍手喝采。6段階。もうちょっとよ。もうちょっと。本当にもうちょっとだ。宿屋。こっちだったっけ？本当にもうちょっと。よし。お金貯まってきたね。OK。結局どうすんのかな。ちょっと、あ、待って。もう一回クリアベール行ってみようか。クリアベール行って、そんで、もう一回ちょっとベッドで行けるところ、ちょっと探してみようか。クリアベール。はい。ちょっと待って、地図見てもさ、特にわからんよね。困ったなぁ。どこ行ったらいいんだろうか。よし。あ、島はついてきてるな。いや、ベッド使わないのかな、まだ。島でブラブラする感じ？そういう感じでもないか。わからんねー。もう完全に迷子。完全に迷子だ。こりゃいかん。いやー、下の世界に行ってもね、行けるとこ、あんまなかったしなー。いや、もう全然わかんねえわ。どうしたらいいんだろう。まあちょっと本当にちょっとぶらついてみるか。あともうちょっとぶらついて、それで終わるか。何かしら次の動画につながる何かをこう回収してから終わりたいんだけど、あんまこれでダラダラ時間使ってもね、しょうがないから。これはなんだ。では、ほう、なになに、
ようこそらない、ああ迷ってる迷ってる、はい、島ごと海に飲まれる町の人々の姿が見えます。これはもしやその昔海に沈んだと言われる伝説の魔法都市カルベローナの姿では、こんなものが見えるなんてあなたたちは一体。ヒントになってねえな。でも多分あの海に穴開いてるところなんでしょうけどね。うん、いやそこが絡んでくるのか。今、まあ、絡んでくるんだけど今行く術がないよね。あれ、これレイドックのあたりじゃない、もう多分そうだよね、上の世界のレイドックのあたりじゃない。こりゃ困ったな、どうする。どうすどうするよこれ。ちょっと待て、何かないか。あれ、これはこれ来たことあったっけ。いや、ない。あ、ん、あー、これがメダル王か。はい。そっかそっか。何故ジャミラスはこの城を封印していたのか。おそらくメダル王の持つ様々な宝物の中に魔族に取り、魔族に取り不都合なものがあったからでは。そんないいものくれんの？マジで？あ、宿屋もあるね。ちょっといくらか聞いてみるか。だけだけだけ。これじゃダーマ神殿の方いいわ。あー、なるほど。あー、なんか脇に階段もあるしね。こっちから行けるかな？行けないか？どっから行くんだろう。まあ、上行ってみるか。はい、あ、いたいたいた。わしは世界中に散らばる小さなメダルを集めておる。方法メダルを持ってきたが、どれわしが預かろう。ふむ、今回まででアモスが持ってきたメダルは全部で30枚。え、そんだけしかなかったっけ？もっとたくさん集めたと思ったけど、まだそんなもん？そうなの？天罰の杖、力のルビー、そうなのか。はい、プラチナソード。あ、これ強いかな。はい、40枚だけ取ったら奇跡。あー、奇跡の剣が欲しいな。奇跡の剣欲しいっすね。あ、そんな強くね。プラチナソードそんな強くないけど、発散は攻撃力上がるね。バーバラも装備できる。あ、ちょっとバーバラは出しちゃったわ。バーバラも装備できんだ。へー、あんま強くねえんだけど、まあ。いや、待て、いや、炎の爪も捨てがたいぞ。いや、ちょっと炎の爪で行くわ。まだ僕悪いスライムじゃないよ。だからいいことを教えてあげる。ダーマ神殿もこの城もとっくの昔に魔族が滅ぼしちゃったんだよ。でも人々の心の中に残っていたから夢の世界では生き続けたんだ。だからこの夢の世界、え、夢の世界の大地に大穴を開けてせめて封印してしまおうとしたみたいだね。なるほど、結構いろいろ考えてるね。うん、ああ、はい、見たい。奇跡の剣、時の砂、時の砂、神秘の鎧、メタルキングヘルム、不思議なボレロ、ドラゴンの悟り、とても言えないもの。100枚まで、めんどくさ、これ。そんなに？ああ、こっちから出れるってだけか。オッケー、わかった。これ、あ、待って、ルーラーでこれってさ、これたりする？かな。あー、オッケー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 、じゃあいいです。いや、それはいいんだけど、結局さ、なんていうの、イベン
これから何するのかっていうのが全然情報ないんですよね。どうすっかな、こりゃ。これなんだったっけ、どこだったっけ。あー、バザーの街かな。だね、そうでしたわ。ほえー、どうするよどうするよこれもう。これレイドックだよな。なんかどっか、何かどっかないの。やっぱ下の世界じゃなきゃダメかな。下の世界どうなんですかね。砂漠一帯、砂漠、あれここ来たっけ、来たことあったっけ。音楽は素晴らしいよね、ほんとね。ドラクエ6って。あれ？これは？これ何？え？あ、来たかな？あれ？インパスで開けるとかってやつだったっけ？月鏡の、あれ？来たことねえんじゃない。あれ来たことあったっけ。いやないな、この敵の感じから言って。多分ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと全然わからんぞこれ。もうどうしたらいいのか。あ、一旦ここで切るか。なんかちょっとね、休憩が必要だな、こりゃ。ちょっとこれ、わからん。まずどうしたらいいか、わからんわ。ここで終わるか。そうしようか、もう12時もあったしね。明日5時起きなんで、ちょっとここらで終わりましょう。OK。やば、強い。敵強い。ここなんか来たことないけど、これ何の塔なんだろうか。ちょっとわかんないですけど、まあでも一応ここにこういうのがあるってのを覚えとこう。はい。これなんか順番間違って。そう、今インパスでさ、開けたけどさ、このインパスでなんか塔を開けて入っていくみたいな。それは記憶になんかあったから開けてみたんだけど、これなんかのイベントに絡んでくると思うんだよな。ちょっとわかんないですね。ちょっと待って、ダーマシンでいて、下の世界ではあの塔のは何があるんだ。下の世界のなのかね、ちょっと分からんけど、下の世界行ってみるか。あれ、はい、オッケー。どの辺だったっけ。いけないか、いけないのかな。どう、今まだ現在いけないのかな。ちょっと待って、船どこある。ちょっと待って、待て、近いけど、サンマリーノで船乗れるから、ちょっと行ってみようか。
どの辺だったっけ、地図的に。この辺だったけど、乗り降りできそうな場所ないな。山に囲まれて、確かこの辺がね、もう砂漠一帯だったんだよね。下の世界では、これ石州あるな。来たことあるところか。ああ、来たことあるところだわ。ここじゃない。ちょっとわからんな。わからん。もうほんともうどこ行ったらいいかわからん。ダメだ。ダメだダメだ。一回ここで切ろう。すげえグダグダ感が出てきた。一旦ここで切って、もう一回頭真っさらな状態で、ね、次始めて行けばきっと何か見えてくるかもしれない。よし、終わろう。はい、まあとりあえず今日はベッド入手したし、まあ収穫ありでしょう。はい、どうもこんばんは。残念ながらもう終わっちゃいます。はい、申し訳ない。5回、26回、主人公あといくら ?11回。おぉ。11回で、2、4、6。11回だと7段階までいけるな。オッケー。よし。これもしかしたら次の配信で、主人公勇者になれるかもしれない。もしかしたら、あ、違った。あ、そうか、いいのか。あ、違った。スーパースターになれるかもしれない。勇者にはまだなれないけど、スーパースターにはなれるかもしれない。うん。踊り子終わってね。スーパースターになれば、なかなか使える特技いっぱい覚えてくるから、戦闘は楽になると思う。あとはまあ、勇者になるまでほんと我慢だな。勇者になったらもうほんと敵なぎ倒して進んでいくんで、お楽しみにということで。よっしゃ、じゃあ今回これで終了。はい、よかったらまたね、続きも見に来てください。じゃあ今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。